詩編の23編から神の愛は恐れを取り除くっていうメッセージの題をつけました。神の愛は恐れを取り除くです。それでは最初に詩編の23編新共同訳聖書でお読みいたします。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。アーメン。天の神様、あなたは私たちの羊飼いです。私たちはあなたに変われなければ、生きていくことができません。迷います。死んでしまいます。人生が無意味になってしまいます。しかしあなたは私たちを私の羊と言ってくださり、ご自分の所有物としてくださり、だからこそ私たちのために十字架にかかり、復活の命を与え、昇天しありとあらゆる力から打ち破って、私たちを御国へ連れて行ってくださるお方であることを感謝いたします。私たちの人生に不安恐れいっぱいありますけれども、今日の聖書の言葉を通して、あなたが私たち一人一人にあなたのお持ちの平安と平和で満たしてくださいますようにお願いいたします。はじめに主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。羊と羊飼いはあらゆる面で似ております。ある一人の牧師が南アフリカに移住して羊飼いをやって、羊飼いが見た23編という本も書きました。そのようにして、羊とこの羊飼いの関係はイエス・キリストと人間の関係をよく表しております。の詳しい羊の形態からのいろんなことをお話ししないで、すぐですね、本題の方に入っていくこといたします。人間は強そうに見えて、実はこれ一番弱い動物ではないか。動物って言ったら変ですね。と言いますのは、本当に自分自身を守るために何人殺すんでしょうか、何万人殺すんでしょうか、どれだけお金使うでしょうか、人を恨むでしょうか、そしていながらとっても不安の中に生きておりますね。羊はこの羊飼いがいないと、まあ、日本とはちょっと環境は違いますから、砂漠地方ではなおさら生きていくことはできません。水のある場所に自分で行くことはできません。青草のところに行くことができません。敵から守られなければ何の手段も、この敵に対してですね、戦う手段を持っておりませんね。集団で生きなきゃなりませんから、そこにまた序列っていうのができてきます。では人間は何のですね、なぜこの不安がいっぱいあるんだろうか、それを人間の側から考えてみましょうか。まず一番分かりやすいことは、食物がないと、これは人間は恐れますね。食事のためにとても恐れます。今世界の問題を見てください。さまざまな問題がありますけれども、結局争っているのはパンの問題であり、そしてパンを取るためには権力を、それから武力をっていう形でですね、今どれだけの難民がいるだろうか、どれだけ人たちが食べるものに窮してですね、で自分の仕事が追われ、家から追われて、そして本当に不安の中におります、恐れの中におりますね。でも人間には3つの食物が必要です。もちろん第一番目は肉体的な食物です。これは誰の目にも分かります。次には心っていうですね、そこの部分のこの食物が必要です。これは言うならば愛って言うんでしょうかね。特に家族だとか誰かと愛し合うってことでしょう。しかしもう一つありますね。それは人間は永遠を思うように作られましたから、永遠っていうですね、永遠の命っていうもの、食物が必要であります。
この世の食物はこの世界から自然界から、そして人間の心のものは人間同士を通して、そしてしかしその一番の中心はこの世にはないんですね。ないんです。ですからこれはこのしかしないけれども、それがないと生きていけませんから、まず私求めるのは外側から求めます。私にこれをください。そうしたら私の体は元気になって、元気になったら私の精神心は満足して、そうしたら私は幸せになれるっていうふうにして、いつでも外側から外側から自分の命を求めようとしますから、結局はお互いに自己中心になってしまうんですね。でもこの命は本当に中心から、人間の命は中心から与えられてこないといけない。まず神の命をもってこそ私の心の部分をですねコントロールできて、心がコントロールされて体をコントロールされて、体がコントロールされて人々を愛することができるっていう、そのことがですね全く逆転してるんです。ですから人間はいつでもものすごくものすごく恐れながら生きておりますね。本当の食物がないからです。一食足りて礼節を知ることできないんですよね。できないんです。それで満足することがありません。そして特にここの中心部分の命っていうのは自分の力とか方法によって得ることができません。これは明らかに羊がこの水とこの青草をですね導いていって、そこで食べさせてもらわなきゃと同じように人間は与えてもらわなきゃいけないんです。それを持っているのは私たちの羊飼いなるイエス様だけですね。まあ、ここのところは非常によくわかります。恐れの第一番目は食物が満たされないと、これは、ね、この恐れかいつでも来ます。二番目は、まあ、この一節食物があるということは一節二節の途中までですね、主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。そうです、人間の魂は最初からないんですね。生き返らなきゃいけないんです。アダムとエヴァの時に失ったあの魂が生き返って初めて人間はこの命を持つことができます。それを与えてくださるのは主です。主がご自分のところに導いて、私たち死んでた魂を生き返らせてくださる、その方こそイエス様ご自身です。2番目に、今度人間が平安であるためには敵があると平安でいることはできませんね。敵がこのおります。ではその敵っていうのはどこにいるんだろうか。日本にとっては隣の国、あの国、あるいは自分にとってはあの人が敵、この人が敵、いろいろ言うかもしれません。でもそうではないですね。あの人が敵であるのはその人にも敵がいるからなんです。人間の敵はパウロがはっきりと言いました。第一コリントの15章の中において最後の敵は死であると言いました。そしてさらにもうちょっと詳しく言いました。その死のトゲ、死を与える原因、トゲ、それは罪であると言いました。ですから人間の敵はですね罪と死なんです。最終的には罪と死なんです。これがいつも襲っています。襲っている。そして防ぎようがないんですね。防ぎようがないからといっても何とかしなきゃなりませんから、何とか自分自身がその敵に合わないように生きていく、老後のために蓄える、いい会社に勤める、あの人とこうするこうする、やればやるほど逆にこの人間は追い詰められて病気になっていく、あれがこれこれがこれって言って、本当にこの敵が解決されていかないから、ここに恐れっていうのはなくなっていかないんですね。でもほとんどの人はその敵に気がついておりません。気がついてないから敵の正体がわからない。敵の正体がわからないからその敵からどのようにして解放されるかっていうのもわからないんでいるんです。だから
この暗中模索っていうんでしょうか、五里夢中っていうんでしょうかね、そこのとこ一生懸命こう言って、あそこでぶつかり、ここでぶつかり、とうとう体力が尽きて、まあ人間っていうのはこういったものなんだと言って、そして死ねば極楽に行くかもねっていう中ぐらいしかですね、なくなってしまうんですね。この敵、これは4節に書かれてあります。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。私たちの本当の死を与えるのは何なのか、隣の人ではない、家族ではない、政府ではない、戦争ではない、本当の死は罪と死なんですね。それを与える方がいる。しかしこの羊飼いがいる時に、この罪と死っていう敵はですね、打ち破られていく。もうちょっと後でそのことはお話をします。そのようにして人間は気がついていない敵に怯えております。食物もない、敵もいる、どうするんだどうするんだ、そこの中においてどうしようもならない中において、でもどうしもすることしなきゃならないから、争って自己中心を貫いていくってしかなくなっていってしまう、そのような現実があります。3番目の人間の恐れは、これは自分自身をコントロールできないっていうところから出てきます。自分自身をコントロールできないんですね。3節2の途中から、主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。さらに飛びまして、まあ、死の影の谷を歩むと災いを恐れない、あなたが共にいてくださるって、そのあなたのことはもうちょっとお話ししますけど、後で話します。次に、あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づけると書いてます。正しい道に導かれてる。そしてそれには鞭と杖が用いられている。これとても大切なところです。人間は想像力っていうものを持つんですね。どうして想像力を持つんでしょうか。よく言うんですけど、動物は罪を犯さないんです。なぜかというと、作られたように生きているからです。人間だけが罪を犯します。いやいや、隣に、ね、私に噛みついたんだってですね、言ってもこれは違うですね、それ罪ってこれは違いますね。それは人間は小神なんです。小さな神なんですね。あるいは小創造主なんです。このテーブルも人間が作りました。この電気も人間が作りました。要するに人間は神に形に作られた。どこが神様と人間が似てるかというならば、一番似てるところは自分の意思を持てるっていうことです。自分の意思を持てるんです。自由を持ってるっていうことですね。ですから私たちは自分で考え、神様に対してもノーということができるのは人間だけです。そしてそれはいい方にも悪い方にも使われます。神様はどうしても人間を作るときに、人間を愛する対象として作らなきゃならなかったから、自由を与えなければならなかったんですよね。自由がなくて愛は成り立たないからです。そしてその自由っていうものを用いて、人間はあるあることを想像できます。ある、昔の本の中に、東京厚生年金病院のペインクリニックの部長さんがクリスチャンだったんですけれども、その方が書いた本を読んだことがあります。神経症、まあ、ペインクリニックですね、特に神経症の痛みとかそういったのを扱う。痛みっていうのは単なる肉体的な問題ではなくて、この精神的なもの、あるいは環境だとかですね、いろんなことを総合して、この痛みっていうのは人間に出てくるんですね。非常にこう複雑怪奇なものなんだそうです。このいろいろ来る患者さんをですね、タイプに3種類に分けたそうです。統計とってこのでいくと3つに分かれる。第1番目は、これは感謝型。感謝型っていうのは、頭の痛みがある中の2つぐらいなくなるとですね、あたかも8つがないようなふうにして思うんだそうです。ああ、
良くなった良くなったっていうような形で思って、でも実際にはあと8つかな、まあいくつかね残っているんだけれども、それが見えなくなってしまって小さくなってしまう。2つの治ったといういいものが見えるから他が少なくなっていく。これ 20% 前後だったそうです。次に不明型。不明型っていうのは本当に良くなったか悪くなったかわからないっていう人。そしてその中に多くの人たちは一回受診に来て二度と来なくなる人たちはですね、不明型に入るんだ、入れるしかないんだそうですね。わからないから。良くなってるかもしれないし悪くなってるかわからないんですけど。その人たちが 50% 前後。そして不満型。これ 40% 前後いたそうですけれども、不満型っていうのはどういったことかっていうと、この5つの中においてですね、3つぐらい残あの良くなって、例えば4つ良くなったとしましょうか、極端にね。1つ痛みが残っている時にこの1つに集中するんだそうです。今までずっとこだわるんです。だから治ってないわけなんですね。4つ治っても1つ治ってないから治ってないんです。だから不満型なんだそうです。そして彼はクリスチャンですからですね、ここで終わらないんですね。ではその感謝型、まあ不明型はこの別としてですね、感謝型と不満型がどこが違うかっていうと、それは想像力の違いから来るっていうんです。想像力の違い。ある人はこの2つ良くなったってことでいい想像をする。ある人は2つ悪いっていうことが残ってるのが悪い想像をしていく。ではその想像力っていうのは人間のどこから出てくるかっていうとね、愛から、愛の質から出てくるっていうんです。その人が持っている愛の質から出てくるっていうんです。そしてこれ私なりにね、一番いい一つの例えをしましょうか。こうなるんです。ちっちゃな子がいるとしますね。ここら辺がちょっと怪我したりなんかいろいろしていく、このあれは自分でですね、賭けっていうのがあったとしますよ。その時にいい愛の質を持っている子供はこう言うって言うんですよ。ここに痛い、これがある、でもお母ちゃんがいるから大丈夫だっていう。お母ちゃんがいるから大丈夫。わかりますか？それはですね、自分の欠点を見てないのね、別の人格を見てるわけです。自分以外のその人を見てるんです。お母さんを見てるんです。私なんか小さい時は怪我して母親がなめてくれてですね、それでなんか母親になめられるともう良くなったような気がしてですね、そんなもんだったですよね。本当にそのなんていうか、母親にこう包まれてるっていうだけでも痛みがですね、どっかにこういってしまうっていう、痛くないわけじゃないけれども大丈夫になってしまうんです。ところが不満型の人はですね、それがいないんだそうです。その人格がいないんです。自分を支えてくれる人がいないっていうことは、自分で自分を支えなきゃいけないんです。自分で自分の責任を取らなきゃいけないんですね。そうすると2つ痛みが残ってたら、これだ、仕事いけない、あれだ、これだっていう。でも愛のあるとの持っている人はですね、明日仕事行かなくても、まああの人がいるしと一緒に生きていくことができるし、面倒見てもらえるしみたいになるとですね、その2つの不満がとても小さくなってくる。そういうふうにして結局は本当に誰かと自分の正しい愛の中にいるってこと。そういう時に私たちはいい想像が出てくる、いい考えが出てくる。まさにこれは母ちゃん、お母ちゃんがいるから大丈夫だ。これ私たちのクリスチャン生活ですよね。私たちのいろんな問題がある、でもイエス様がいるから大丈夫っていうですね、私たちは自分自身を見るんじゃなくて、自分の欠点とかですね、欠けを見るんじゃなくして、私たちを導いてくださって、守ってくださって、完成してくださるところのイエス・キリストが見える、よく見える人ほど不安はなくなっていく、恐れはなくなっていく。たとえ死の影の谷を行くともですよね。そういうふうにこうなってきますね。このようにして、この私たちはですね、自分で考えるんです。そして
まあ、羊飼いが見たり見るとですね、あの羊っていうのは毛が長いからですね、皮膚病とかなんかなりやすいんだそうです。手入れしてあげない、それ皮膚病になると自分でどうしようもなるからですね、破に飛び込むんだそうです。こういうふうにこういうふうにして、そうするとですね、毛が引っかかるでしょ。そして向こうは脱水症状すぐなるんだそうです。脱水症状になってコロッと死んじゃうそうです。私たちもですね、自分自身の内側の問題、あのこと、あの不安、この不安、あの恐れっていうのがですね、私たちを駆り立てて、あたかも藪に飛び込んでいく。もっと悪い状況の環境の中に飛び込んでいってしまう。そして自分自身を殺してしまう。それ、羊と似てますね。私たちは自分自身が正しくコントロールされないといけないんです。それは自由を持ってるからこそ、コントロールされなきゃいけない。ここに、主は皆にふさわしく私を正しい道、正しい道っていうのは自分が良かれと思う道じゃなくて、神が私たちに用意した正しい道のことです。しかしそこに行くことはできませんから、あなたの鞭、あなたの杖、これが私たちの手必要です。あの羊飼いの杖、こうに先曲がってますよね。あれをもっとなんかかっこいいなと思うんですけど、あれは格好をつけるためじゃなくてですね、あれをこうぐーっと火に燃やして、火をぐーっとして曲げるんですね。だそうです。何のためでしょうか。そしてある人が言いました。谷底に落ちた羊を引き上げるため、これも使うかもしれませんね。でもそれはですね、従順にならせるためなんですね。群れから外れていく羊がいたら、首のところにかけてですね、ガーンってやるんだそうです。それが一番効くんだそうです。それを何度もこういうふうにガーンってですね、外れていくのはガーンってしてこうやってこうに戻すんだそうですね。そうすると外れなくなるそうです。それは私たちも同じですね。はい、こっちよこっちよなんて言ったら、そんな甘いぐらいですね、行くような素直なもんの人なんか誰もいませんよね。本当に痛い目に遭わせられないとですね、この従順になるってことができません。そのようにして3番目は、自分がコントロールされないといけない。しかし私たちはまず親からコントロールされようとしてき、また学校でコントロールされようとしてき、会社でコントロールされようとしてくるってですね、どうもコントロールされる相手を、まあそれは人間社会で必要なんですよ、本当に私たちの主人としてコントロールされない、していただかなければならないお方はイエス・キリストです。この方にきちっと自分自身をですね、コントロールされることによって、これは私たちは恐れからむしろ解放されるんですよね。本当にこのわがままに育てられた子はですね、これはやがて恐れていかなきゃいけないですね。本当に恐れていかなきゃいけないっていうよりも、問題が起こりますから、いつでも恐れが出てきますね。次に4番目、人間は生きる意味がわからないと恐れが出てきます。生きる意味です。五節に、私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に好意を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださるっていうこの言葉、これは生きる意味っていうのを私たちにとてもよく教えてくれるんです。ここで気になる言葉が混ざります。それは苦しめるものを前にしても。それから口語訳聖書持ってる人いますか。はい、ちょっと読んで、あ、新改訳ですね。口語訳聖書は言いませんか。敵の前でってこう書いてるんですね。敵の前に食卓を整える、矛盾じゃないですか。これ矛盾。本当に食事でゆっくり食べたい時に敵がいては困るんですよね。うろうろうろされて困って、敵をまず追い出していただいて、それからですね、ゆっくりと食事をしたいなと思います。でもここに明らかに苦しめるものを前にしてってことは、そのいるっていうことなんですね。いてそこに食卓を整えてくださる。そしてその食卓こそ私で本当の恵みになるんだと。神様の受講、油を注がれということですね、祝福をいただく場所なんだと。
私の杯、人生をですね、豊かに溢れさせてくださるのは、敵があって、なおそこに整えた食事を食べることによってだ、ということになりますね。ここに、生きる意味、でしょうか。そのことが人生のですね、豊かさっていうのを、ここにはっきりと見ることができます。例えば、こういうふうに考えましょうか。罪っていうものが見えなければ、救いっていう、わかるでしょうか。どうでしょうか。まあ、最近ですね、ある一人の人とこの聖書の学びしてた時に、その人がですね、このイエス様が十字架かって本当にそれはかわいそうで私は受けられないとウォーンと泣くんですね。まあ確かにその心情わかるんですけれども、それはある面では罪っていうものがね、このまだ明確になってないんだと思うんですね。ただそれを心情的にこう受け取って、だから神様は信じてるんですけれども、なお自分自身の深い罪の部分っていうことがわからないから、分かったらですね、このお腹空いたらこれくれっていう形ですね、本当にこう何でも求めますよね。そのようにしてそこのところの問題だと思うんですけれども、そうなんです、罪っていうものがですね、分かってこそ救いが分かるんです。サタンっていうものの存在をはっきりと知ることによって、神の力でしょうかね、全能権威っていうことが初めて分かるんです。だから罪の深みが分かることによって、救いの高さ深さ広さが分かってくる。サタンの力が分かることによって、主の絶大なる力が分かってくる。ですから神様はこの地上にいるときに、これはこのですね、まだこのそれを取り除いてないんですね。しかし牙は抜いている、この抜いているんですね。あるこの最近も聖書に書いてないこんなことを書いたんですけれども、罪とサタンはイエス・キリストに対しては無力なんです。無力にされているんです。しかし罪とサタンは私に対しては無力ではありません。わかりますか。罪とサタンはイエス・キリストによって滅ぼされて無力にされています。でもそれは取り去られてはいないんですよ。この世界からね。取り去られてはいないんです。だから存在しています。存在しているから私に対してはものすごい力があるんです。じゃあ私に救いがないかというとそうじゃないんです。私の救いは一箇所にありますね。罪と死を無力にしたイエス・キリストに私がつながっている限り、罪と死、サタンと罪、これは私に対して無力なんです。ですから私の信仰の戦いっていうのは、罪やサタンと直接戦うことじゃなくて、私自身がキリストにいかにして結びつくかっていう戦いなんです。罪やサタンと直接戦うことなんか誰一人としてできないんです。そのようにして、ここからも分かりますね。ではこの食卓、そこに何が用意されているんでしょうか。それはこれですね。以前も皆さんに配った絵があります。これです。後で必要な人にあげましょう。これは生産のテーブルなんです。これ絵がもっと大きいんですよ。生産のテーブルなんですね。生産式のテーブルの上に子羊が乗ってるんです。しかもここからぐーっと血が出てるんです。ここの心臓から。そしてここのところにこの器があってですね、この血を受け取っているんです。要するにここのテーブルにあるのはイエス・キリスト、神の子羊、ほふられた神の子羊なんです。これこそ私たちの食事なんですね。
神様が私たちのために整えてくださるところのこの食事、宴だから、こちらに敵がいたとしても恐れる必要はない。私たちはここからパンを食べ、体を食べ、この恩知を飲む。だから私たちは毎週生産式をします。一番のここが中心であって、このテーブルに座ることなんです。そしてキリストと直結していくことです。メッセージやなんかもその子羊に私を結びつけるための手段にしか過ぎなくて、メッセージそのものが命ではありませんね。これが私のため用意されている。それが分かるときに、例えば私の人生の苦しみとかいろんなことがあるときに、そこにものすごく意味が分かってくるんです。試練があることによって私たちはですね、ここに導かれていく。そしてここに来るときに豊かな食事がある。すると私の人生というのは一つ一つに本当に意味が入ってくる、分かってくる。たとえ自分自身がアウシュビッツの中に入れられたとしても、もしかしたらそこで意味が分かるかもしれませんね。自分自身が癌とか不自由病になったとしても、そこにすらも私たちの人生の意味がはっきりと分かるから、私は神様から油注がれているしですね、私の人生の杯は溢れるんだと。なぜならば、すべてのものを乗り越えて余りあるところの食事、ここに用意されているからです。私はそこに座らせられているからです。ここに座っているっていうことこそ、これは人生のですね、溢れなんですね、祝福なのです。このようにして、ここに五節に、私を苦しめるものを前にして食卓が整えられていく。罪やサタンの力はまだある。それに打ち勝ったところの子羊イエス、ほふられた子羊イエスがここに置かれて、いつでも私はその私を食べよう、私を飲めというですね、その恵みに直接預かっていけることができる。これ人生の祝福である。これがあるときに恐れはなくなりますね。最後は5番目は6節です。人間は行き先がはっきりしないと恐れがあります。自分はどこに行くかがわからないと恐れが出てきます。ここに、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追うって言葉が書かれてあります。この追うっていう言葉をですね、二つ意味とってはどうでしょうか。一つは、この地上に生きている間ですね、本当に自分の限界だとか、いろんなことが欠けだとかですね、いろんなものが弱さだとかいっぱいあるけれども、しかしそれを補うために、いつでも神様は私を後ろからですね、恵みが覆ってきて、それを満たしてくれるっていうような意味の覆ってくる。恵みが覆ってくる。もう一つはですね、天国に私たちを追うっていうような意味、まあ言語にはどんな意味があるかわからないけれどもですね、まあ聖書全体からして、私たちの全体の人生の意味は最終的にどこなのか、それはやはり主の家に住むこととはっきりということができますね。そうです。だからなおさらこの地上におきましては、ここの食事を食べることができる。そして溢れさせてくださる恵みが本当にいつでも私を覆って、私の欠けだとか弱さをですね、補ってくださる、罪を救ってくださる、許してくれる、清めてくださる、弱い時に力を与えてくださる、泣いた時にですね、この慰めてくれる、いろんな恵みが覆ってきますけれども、しかしこの人生の最終的な目的は、私たちを主の家に追い出すためのものだったはずですね。ここのところ、行くところがはっきりと分かります。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。ここに留まるではないんです。留まるべきところがあります。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けてなかったけれども、はるかにそれを望み見てっていうヘブル人への手紙の11章の中に書いてあります。最後にこの
第一ヨハネの4章を開きます。ヨハネの第一の手紙の4章、新教約聖書ですと446ページになります。新改訳口語の訳の方分かりません。新約聖書446ページ、ヨハネの手紙第1 4章の16節から、4章の16節から、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。愛は恐れを取り除く。私が恐れているならば、私が愛が全うされていない。では愛は何なのか。愛とは三位一体の神様のことなんです。よく何度も言います、命っていうのは一人の人の内側には存在できないんです。二人の人格がいて、私はあなたを、私はあなたを愛しますって言った、そこに愛が存在する。ですから愛の中に命があるんですね。で、父と御子、本当にヨハネによる福音書を見て、どこでも一つだ一つだって言いましたね。そして彼らも私の中に一つにしてくださいっていう。ですから私の救いっていうのは、罪を許されたことも、復活の命を与えてあることも、これはもう手段です。救いの一番の根本は、父と御子と聖霊の中に私たちが入っていくことです。入れるためにイエス・キリストを送り、ご自分を表し、罪を許し、命を与えてくださった、この交わりの中に。だから愛は恐れを取り除くってことは、私たちがイエス・キリストと一つとなるときに恐れはなくなる。しかしもし恐れているとするならば、私たちの内側、私たちがイエス様から離れているというな意味ですね、なりますね。だから恐れが出てくるんです。愛には恐れがないんです。神の命には恐れがないんです。ありとあらゆることを打ち破っていくところの力、エネルギー、それが命の中に入っているのです。そして愛っていうのは成長するんです。だから今日何かして祈ったら、ふわっとですね、恐れがなくなるっていうようなことがあるかもしれないけど、ほとんどはないと思います。それは成長していくことによって、私の人生から恐れっていうのはですね、本当に取り除かれてきます。最近ある兄弟が2月に手に召されてきましたけれども、恐れはなかったんですね。本当に恐れがなかったんです。主と共にいたからです。愛は恐れを取り除くのです。アーメン。お祈りします。天の神様、今日のこの時をありがとうございました。今日も詩編の23編から、またヨハネの第一の手紙を通して、愛には恐れがないと語ってくださいましたことを感謝いたします。愛とは三位一体の神様の中にあります。こそ愛なるお方であります。それ、私たちをそこに招き入れてくださっていますことを心から感謝いたします。一人一人がいよいよイエス様の中に、そしてこの地上におきましては、なおこの罪、サタンの力がこのいっぱいあります。しかし私たちは子羊のこの家のテーブルに、ここに招かれており、ここにこそしよう、私たちのすべてのすべてがあることを感謝いたします。いつもこのテーブルから離れることなく、このお方と共に歩ませてくださいますようにお願いいたします。主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。